皆さんこんにちは、まめです。今日も荒野行動をやっていきたいと思います。さっきね、実はドン活したんですよ。で、録画もしたんですよ。なんかバグってたんですよね。いやー悔しい、せっかくドン活したのに。ただ最後の映像は撮れてたんで、後でちょっと別途アップしておこうかなと思います。というわけで、なんとか気を取り直してドン活をまたしていきたいと思います。もう4月も終わりですね。土日があるんでちょっとゆったりしてますけど、4月は皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。やっぱり学生の頃はね、4月のターニングポイントってすっごい大事だな、なんか生活変わるなって思ってたんですけど、大人になっちゃうともう4月がね、普通の月替わりなんですよね。やっぱりこうなんか新生活とかいいですよね。新社会人とか大学1年生とか。僕も高校の時までは自転車で通ってたんですけど、大学に入ってから電車通学というものに変わりまして、あれですよね、ゴールデンウィークを挟むんで5月病という病気が蔓延しだす頃になるんで、5月の連休が明けた頃には人が少し電車の中から消えるんじゃないでしょうか。中学高校多分皆勤賞なんですよね。一回も休んだことがなくて、で大学入ると、まあ一応授業はちゃんと出てましたけど、まあ、結構来ない人いっぱいいるじゃない。でなんか高校の時学校に来ない人ってまあちょっとこうやんちゃというか、あまりこう学業が積極的じゃない人たちが、まあ、学校をサボるような印象だったんですけど、大学入ったってことは、まあ、ほぼほぼ同じ学力の人たちが大学をサボり出すわけですよね。だからそこがこう不思議だなという、効率よく学んできた方々だったんだなっていうふうにちょっと思ったことはありましたね。今回誰にも会わんのだけど、もう55人、結構減ったね。あ、もしこのゲーム僕がやばい死に方したら、さっきドン活した試合のキル集でも載せておこうかなと思いますが。いやー、おー、どっから出てきたお前、あぶねー、マジモンのびっくり。何の話でしたっけ、大学の話、大学の4月5月の話か。結構やっぱり大学に入った友達ってすごい大事だなって思って、高校の時はさ、いやもう一生の友達みたいな感じでね、仲良く遊んでたんですけど、結局社会人になってから高校の友達に会うかっていうと意外と会わないよね。悲しい話や。ただその分大学の友達っていうのはすごくね仲良い、世代も広いしね、上と下で4年間あるとね、3つ上3つ下までが友達と、友達知り合い、したら7年いますもんね。小学校の時の1年生の時のさ、4年生ってよっぽどそのお兄ちゃんお姉ちゃんがいない限り知らないけど、大学の1年生から見る4年生ってかっこいいもんね。もちろん3年も2年も上のことは尊敬してるんですけれども、まあ、そういう意味じゃなくてかっこよく見えるよね、大人っていう。いるやん、車の音が。おう、敵がいますよ。スナイパーの音と投げ物の音なんで近いはずなんですよね。残り20人もいるんですか、この円の中に。おー、よくわかるね。
割れてたから僕の位置。え？何それ。あっさりやられた。なんか嫌みたいな攻撃でしたね。まあ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 、こんな感じでゆったりとね、こういう動画も上げていかないと一生こうやコード上げれないんで、加藤が負けようが上げていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。バイバイ。敵がいる。よし。よし、勝った。大勝利。トンカツ。ついにこの動画でドッカツをする時がやってまいりました。いや、良かったですね。5月病に入る前にドッカツを取ることができました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。もっともっと見ててよ、次の動画。